今月も第1月曜日は多治見市長と語る古川正則多治見市長にお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いをいたします。もう年度の最後の月になりました。そうですね。あと1ヶ月もするとまた新しい学期が始まるんですが、はい、今日はそんな教育の話題をたくさん伺えるということですね。そうですね。今日はピピのお聞きの皆さんに前半も後半も教育です。教育ってすごい難しそうですけれど、もっと簡単に簡単に分析をしていって、この町の将来を担ってくれるのは子供です、はい、でその子供にたっぷりとしたお金と多くの人材を注入をする。そして大都会に出ていく。この町にまた帰ってくる。中学生には必ず言います、カムバックサーモン、時がを使って帰ってきてくれよ、はい、というようなことで何をやっているか、どんな取り組みをしているのか、そしてどんな効果があるのか、こんなお話を前半後半、今回は珍しいですよね。全部教育でいきます。はい、さてまず最初の話題は広報多治見の特集記事にも載っておりますが、土曜学習の話題から。そうです。まあ土曜日は家でゆっくりしろというゆとり教育から、文部科学省は土曜日もちゃんと学校で勉強しなさい、こんなことを急に言い出しました。はい、市長に就任をさせていただいて11年目です。教育環境を岐阜県ナンバーワンにする。そのために様々な取り組み、脳トレ学習、体トレ学習、その効果はすっかり出てきて、いわゆる基礎学力は岐阜県あるいは全国平均よりも多治見市は高いです、はい、もう一つは体力、こういったことについても県平均全国平均よりも高い、そういうような中にあって、土曜日にまだ教室に入って算数や国語をやる、もうそんなことはやめようよというようなことを、教育長および学校長といろいろ議論をいたしました、はい、そういうような中から土曜日には積極的に町に出てみよう、私たちの町多治見ってどんな町なんだろう、こういうようなところに特化をした学習をしていく、名称はみんなで考えました。我が町多治見大好き講座、我が町多治見大好き講座、これは私たちの生まれたこの町っていうのはどんな町なんだ、教科書あるいは教室の中で勉強するよりもそこに行っちゃう、行ってそこの人に会う、いろんな話を聞く、自分で触れてみる、もっともっと言えば体験をする、はい、こんなようなことを行ってきました、はい、でもこれってある意味教室で学習をするっていうことよりももっとセッティングとかプロデュースしていくのが大変だろうなっていう気はしますよね。そうですよね。でもね、実はネタっていっぱいあるんですよね、多治見の街ってネタっていっぱいあるんです。最初にやり始めたのは、都農信用金庫のエール学びの丘でスタートをして、あそこに集まって固形山永保寺行ったことある人、固形山永保寺ってどんなのというようなことをやり始めた時にもう満員になっちゃったんですよね、はい、でこれまでやってきた中ではご紹介申し上げますが、今言った、固形山永保寺で本当に座って座禅を組んでみる、はい、座禅って何なんだろう、それを本当の固形山永保寺のお坊さんに教わる、次は笠原に行ってモザイクタイルの歴史を学ぶ、でみんなでモザイクタイルの、フォトフレーム鍋敷き作ってみる、あるいは美濃焼の名人になりましょうというようなことで粘土を練って美濃焼でろくろを引いてみる、こんなようなことをやっていくと、今高橋さん言われたように仕込みって結構大変で、教科書ポンと持ってきてやるのはいいんだけれど、多治見の町って意外とこう素材いっぱいありますよね。そうですね。で、なおかつ、そこの人にお願いをしてしまえばいいもんですから、教育委員会の職員はその橋渡しをする。何月の第何土曜日にここに連れて行きます。人数はこんくらいです。受けていただけますか？その時に何を喋っていただいてもいいです。ただし、一番
この表題に載っているように、我が町多治見ってすごいな、我が町大好きになっちゃうような切り口でお話をしてね、というようなことになると、ネタはいくらでも。はい。これが我が多治見の強みでございます。はい。もう一つは協力をしていただける人がいっぱいいるというようなことで、土曜日は教室で勉強しない、現地現場に出向く、そしてそこにで動いている人、働いている人の話を聞く、私も大人になったらこの多治見に帰ってくるわ、私も大きくなったらこんな仕事がしてみたい、こんなところにつなげるっていうのが多治見市の土曜学習の一番の切り口です。はい、ここでまた人材が育っていくといいですね。そうですね。とにかく希望者が多いもんですから、なかなか全部の希望の皆さんに入っていただくことができないんですが、はい、これまで、児童生徒多治見市の中の小学生すべてで約8000人いますが、ここの中で650人がすでにこの、土曜日の我が町多治見大好き講座、約 8% になります。これが受けていて、これからもいろんなメニューをこう提供していく。で、もう一つすごいのは、子供の再発見だけじゃなくて、親がびっくりするんですよね。はい。で、親が一緒についてきて、親と子が我が町をもう一回再発見をして、引っ越してきたんだけど、すごい町なんだ。もっと言えば、私生まれも育ちなんだけど、こんなこと知らなかったわ、というようなことで、親と子が一緒に感動をする、そしてこの多治見が大好きになっていく、こういうようなことを多治見市の教育委員会は行っています。はい、まずは土曜学習我が町多治見大好き講座について伺いましたが、はい、続いては学校教育の、それも英語教育の話題ですね。これは多治見市と笠原が合併する以前から笠原が行っていた英語教育で世界に通用する人材を作ろう。これは笠原っていうのはご存知のように、幼稚園、保育園、小学校、中学校、一つずつしかありません。はい。みんな同級生は同じように進級をしてくる。一郡一町でちっちゃな町でした。でもその当時の町議会議員の皆さん、あるいは、教育委員会がいろいろ議論をして、ちっちゃな町だけれど地球儀で物が見えるような人間を作ろう、そのためには英語だ、そのためには人とお金を英語に特化をして笠原は集中するぞ、これを合併をして、その後も、多治見市長として笠原の特徴をさらに進化をさせていこう、もっと言えばその笠原の取り組みを多治見市全体に行っていこう、はい、当然ですがお金もかかります、人も必要です。ALT という外国アメリカの人をこっちに来ていただいて本当の英語を学ぶ、市長として言ってます。もう難しい文法なんかどっちでもいいって、そんなことよりも気楽に外国の方と英語で喋ることができる、笑顔で身振り手振りができることができる、笠原小学校の子は、小学校の修学旅行で京都奈良に行きます、はい、平気で外国人に自分から喋りかける、こんなことがどん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 できていくっていうことを、実は文部科学省もずっと見ていてくれて、素晴らしい取り組みだ、もっとこの取り組みを日本中に広げていこうというようなことで、笠原の英語教育、それも幼保小中、一貫の教育をしていく、よく冗談で言いますけど、アメリカ人は2歳から平気で英語喋ってるよ、はい、別に英語教えたわけじゃないでしょ、こういうような形で自然と笠原幼稚園、笠原保育園から英語に馴染む笠原小学校で、それを進化させていく、笠原中学校に行って、そこにある意味、文法、あるいは正しいスペル、こういうようなことを教えていくっていう、その一連の流れっていうのを、
多治見市教育委員会は多治見市全体の中にも広げていく、こういうような取り組みを行っています。はい、一度試しに笠原の子どもたちに英語で喋りかけてあげてください。 Hello, how are you? こんな感じで、はい、ぜひ今度笠原に行ったら話しかけてみたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。